ニルス・ヨハン・アンデション。1870年頃、ニルス・ヨハン・アンデションは、スウェーデンの植物学者である。スウェーデンの最初の世界一周公開を行った、ユージェニー校に乗り込んだ。スモーランド地方のガードシラムで生まれた、ウプサラ大学で学んだ。1851年に、スウェーデンが企画した、最初の世界一周公開する、フリーゲート館。 ユージェニー号の植物学者に任命された。カールスクルーナを出向し1851年から1853年までかけて南米、ハワイ、タヒチ、オーストラリア、フィリピンなどを経由した世界一周公開で多くの植物の収集を行った。スウェーデンに戻った後、1855年にルンド大学の植物学の講師、1856年に 自然史博物館の学芸員、ストックホルムのベルギアンスカ植物園の講師となり、1857年に、ストックホルム大学の教授となり1879年まで、務めた。アンダーソンは、植物の学名で命名者を示す場合に、ニルス・アンデションを示すのに使われる。ありがとうございます。